無料で聴けるものに何でお金をかけるんだ、音楽はお金を払うものではなくてそれは文化だっていう風に言う人が多くて、ジャニーズ好きとかそういうのが好きですとか CD 買ったりとかライブ行ったりとか何とかスーパーとか動物飼ってるみたいですけど、レコードからまあ CD になって MD になって下に立てくる時代に結構面白いんだ。楽しんでる毎日 24 ここは俺の墓場、ここは俺の墓場、迷い叫ぶ仲間、俺は一人ここだ、だから見つけてみな、ただ気をつけてみな、見つかったらレミナ、見つかったらレミナ、ここは俺の墓場、夜にぎわう酒場とは無縁の場所だ、一人それで取れる、ここは俺の墓場、他の曲もたくさん死んでいった墓場、見つけてよ誰か、感覚的くっそ行き過ぎた大人たちに言える、結局時期埋まるだけの髪切れもなりさまで、一緒に入る墓、俺たち仲間で生きてるまだまだ、この今からから平成から今令和、平和ボケだバカ、可愛い顔もバケの皮を剥げばみんなゾンビだな、愛と愛と何、俺の中に住め、俺たちのために死んでくれ死んでくれ、ここは俺の墓場、ここは俺の墓場、迷い叫ぶ仲間、俺は一人ここだ、だから見つけてみな、ただ気をつけてみな、見つかったらレミナ、見つかったらレミナ、ここは俺の墓場、夜にぎわう酒場とは無縁の場所だ、一人空で撮れな、ここは俺の墓場、他の曲もたくさん死んでいった誰か、見つけてよ誰か、今だこの世で逆ら見つけてくれよほら、まだ坂桶の中今向かうかそば、燃え尽きて灰と骨だけになっても俺は俺、肉体消えても魂だけは生き続けるアート、全て捧げ音に生きて音に殺される、全て捧げ音に生きて音に殺される、これが定め、この気持ちは成仏などしない、君の記憶蘇り耳から全て食い尽くす、何回だって思い出して欲しい。